私が高校時代に、国民体育大会というのがあって、それは、自分の高校から選抜されて、チームに入って、全国大会をやるんですけれども、そういったその試合の最後の試合、負けている試合の時に、だんだんこう時間がなくなっていって、負けている時間の中でなぜか分からないけど私涙が出てきてしまって、でその涙の意味が分からないままずっといたんですけれども、今から思うに、あの時悲しかったのは自分の横をどんどん時間が通り過ぎていく、そしてその時間はもう二度と戻ってこないっていう、私たち人間が必ずこう体験しなければいけない無常感、常ではないっていう、そんな感覚の中で、私はすごくこう悲しみを得てしまいましたけれども、映画が自分の元にやってきた時に、その時間を私はここで切り取って永遠に残すことができる、映画というのはそういうメディアなんだっていうふうに気づいた時に、失ったものを埋めることのできる、そういう素晴らしいものに出会ったというふうに思いました。Después de haber tenido esta reflexión sobre el tiempo, Naomi encontró en la fotografía y posteriormente en el cine la manera de poder preservar el tiempo. 記憶というものと記録するということがあると思います。で、映像というのは誰しもにとってそれが定着して記録されれば同じものが再現できる。でも記憶というのは私の中の記憶とあなたの中の記憶というのは全く違っていて、同じものを見ていたとしても、それが私には黄色に見えているものがあなたにはオレンジに見えるかもしれない、そのように違いがあるというところを、でも映画は一つのものを作って同じ感覚を皆さんに届けるということがあるんだと思います。ですから私はいつも記憶のことを考えながら何かを記録するという、自分の中ではそれを翻訳している作業が映画作りです。Naomi logró detener el tiempo de su pasado en tres documentales. Allí retrató a su papá, a su abuela y el nacimiento de su hijo. Además de estos, la cineasta ha trabajado películas que han requerido actuaciones. Kawase busca que los actores conozcan la realidad para adentrarse en el personaje.私の映画作りの場合、主にこう俳優たちは、例えばその人たちは東京に住んでいても、私の映画の中では奈良という場所に住んでいる人にならなければいけない。でそういう時には撮影の前に少なくとも1週間ぐらい奈良の彼らの暮らすロケセットの中に本当に暮らしてもらいます。でそうすることで彼らがいつもどこに買い物に行ってるのか、でどんな朝を迎えているのか、どんな夜を迎えているのか、この街の規模はどれぐらいなのか、駅まではどういうふうに行くのか、そういうふうなことを実際に身につけてから映画の中の主人公になってもらう。そうすることで脚本の中にあるもの以外に彼らにとってのリアリティがにじみ出てくることがあるんですね。それが映画のいいエッセンスになって自分の映画にリアリティをもたらします。Naomi Kawase atrajo la mirada mundial en 1997, cuando recibió la Cámara de Oro en Cannes por el filme Suzaku. Con ello se convirtió en la directora más joven que ha obtenido el galardón. A lo largo de su trayectoria, la cineasta ha buscado detener el tiempo para mostrar el drama de la vida cotidiana. Pero その人たちの存在というのは、その人たちを知っている人が時間を超えていなくなってしまうと、もうその人たちがいたかどうかもわからない。そういう人たちの方がすごい5万といるという中で、私は光の当たらなかった人たちに光を当てるということの方に興味があります。つまり歴史上の文献を調べても全く出てこないような人たち、そういう人たちにこそもしかしたら本当の物語があるかもしれない、私自身が発見したいという、そういう欲望の、元にそれがあります。ペットさん、おいしいって笑うんだよ。